変わるのか、次の皆さんの思い割りを取ってもらうか、私は33名が引退します。このような社会情勢の中、全員で演説することがなかなかできず残念に思っていましたので、お力プロジェクトを開始していただき大変嬉しく思います。感謝の気持ちを込め、私たちらしく元気に笑顔で精一杯演じ、引退前最後に思い出を作りたいと思いますとコメントをいただきました。うわ、下がったよ。さあ、それでは岡山こちらであれ指揮の皆さん、よろしくお願いします。こんばんは、岡山こちらであれ指揮です。本日はこのような卒業セレモニーを開いてくださり、本当にありがとうございます。今年は新型コロナウイルスの影響で、私たちが本祭とする岡山桃太郎祭りをはじめ、その他さまざまなお祭りやイベントが中止となってしまいました。練習をすることはもちろん、次のみんなにあるめっちゃ近い、このまま沿道に行くことなく引退するのだと思っていました。そんな中、卒業セレモニーを迎えた人たちの話を聞き、最後にみんなでご安心を踊れることを大変嬉しく思っております。今回、披露させていただく演舞は、式2019年の演舞、春夏です。この演舞は、プラザの幕開けをテーマに作られたものとなっています。民衆が英雄として称える裏に、感謝の思いを込めたお祭りを作り上げるオリジナルストーリーとなっています。式がお届けするプラザ誕生までの物語をぜひお楽しみください。こうしてみんなで踊ることのできる喜びをかみしめ、応援してくださる皆様、そして見てくださっている皆様に感謝の気持ちをお届けできるよう精一杯お祈りさせていただきます。お手拍子、お心拍子のほどよろしくお願いします。
場の皆さん、 YouTube 配信をご覧の皆様、お手拝借お願いします。お願いします。よー、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、それではですね、卒業するメンバーさんがたくさんいると思いますんで、卒業するメンバーさんはなんか前の方でちぐはぐで出てもらってくださいどれも、はい、どれも、あ、葵はそこ卒業なのね。はい、そこな距離を取って大きめに並んでください。はい、でメダルも配るんで、メダルが取れるような位置関係で並んでいただけるとありがたいです。はい、2列でもいいので、はい、大丈夫です。あ、27人いるんだよね。じゃ あ, あの受け取ってください。何踊る、はい、え、何踊る、ゴーですね。じゃあ、ゴー、ゴー、マジで俺は戻りてみる。俺も戻りてめっちゃ踊りてよ。ちなみに、シキはボタンが左、俺らの予想がなくなったな、今日。で、岡山医科大学、俺らの予想、岡山、みんな岡山医科大学の出身の人は手挙げて。医大の人は、あ、医大ね。あ、ようこそようこそ、後輩たちよ。僕も医科大です。IQ7G008 です。ね、全然わかんないよね。どうでしたか、踊ってみて、煽りしてみて。今年はコロナの影響で、そういう披露する機会が全然なかったので、最後にみんなで踊れてすごい楽しいです。じゃあ後輩が今後ろにいるんで、後輩に向けて何かメッセージとかあったりしますか。中時わかんない。中時って何年生、大学、いや、じゃあ社会人1年目。あ、もう卒業したんか。はい、先生やってます。え、数字先生の先生。あ、マジか。あ、はい、そうだ。ベトコンジみたいな顔。ああ。じゃあ最後に。あれですか。劇団の人？まとめとして。ベトナム。鬼の劇団の人。大好きです。大好きです。え、全然見てないですね。呼び出して。すごい笑顔で元気いっぱい、いつも以上にコロナでお祭りがお休みだったんで、すごい力を振り絞ってバーッてできてるので、それが良かったです。ありがとうございました。さあ、そういうわけでございまして、ありがとうございました。改めてお客様をお願いします。シキの皆さんでした。ありがとうございました。体の方にか、ごめん。あ、でも。